せらくどーもーしもでーす。今回は初めてのバウンティーラッシュ実況です。イエーイ。で、まあ僕個人的にバウンティーラッシュはまあわりかしやってきたんで、まあ、実況やっていこうと思います。で、まあ今日配布で配られた50個でガチャを回していきます。まずはいや、まあジンベエ狙いだから、まあチケットも一応あるから、じゃあ1回10円ジンベエ狙いで回していこうと思います。マジで頼む。1ポイント、2、3ポイント、いいよいいよ。4、5、待って待って、不明室歩くね。で6、7、待って、やばい、禁止禁止。もう、待って、フレーズじゃね。いきます。3、2、1、頼むよ。赤アタックは、待って、あー狙いではないけど嬉しい。真面目に戦わない。嬉しい。いや、マジ2枚抜き頼むよ、マジでお願い。3、4枚目、5枚目、6枚目、7枚目、8枚目、9枚目、10枚目、ラストいきます。あー、はい、じゃあ早速1戦目やっていきます。ということでね、今回はね、情報修正前の、情報修正される前のシャンクス使っていこうかなって思うんですけど、まあ、僕的にはシャンクス最高なんで、最強だと思ってるんで、よし、ここで、待って、はい、ここでグリフォン。いやー、ちょっと赤いね、きついなー。いや、まあ、耐えたけど、オッケー、ラッキー。じゃあスカイして最後3点まで上げて、一旦逃げよう。一旦こっちまで避難して、うわ、あそこ当たるのね。いや、まあ割と、いや、一旦裏まで走ります。いや、待って、一旦待とうかな。いや、待つわ、待って、ここでヤマト来るから。え、待って、え、あ、タッチバグ。こっちでしか逃げて、取って。待って、来るな。あ、来るわ。あ、終わった。一旦逃げよう。え、ラッキーで決めて、一発決めてと。ちょっとそこのシャンクス任せるよ、そのキング。キングいけるか？いや、いけるわ。さすがにいける。いや、グリフォンの打つとこ間違えたけど、まあ、あ、待って、俺一人だけじゃん。終わった。さよなら。いやー、まあちょっとやばいな、難しい。シャンクスいいんだけどな。いや、まあユメルフィ、待って、裏来てんな。テゾーラに表任せて、裏、ちょっとヤマト借りまーす。はい、一発やって、オッケー、いける。まだ全然ある。あとね、1分あるかな、1分。取らせて、取り際を。あ、待って、タゲ、違う方向。うーわ。あ、最悪。あ、でも、ありがたい。マジでありがたい。いや、もういいよ。回復。めっちゃ回復する。合わせて。しっかり。あ、もう倒した。はい、倒しました。はい、決まって。で、こいつも枯れるとして。枯れますね。はい、行きまーす。はい、お疲れ様でーす。で、まあ、ラスト、ここ一陣取れるかな？相手の、まあ、D 地点。じゃあ、違うわ。いや、来るでしょ？分かった。いいよ。カイドウの避けられたからいいよ、そこは。で、しっかりスネークマンで来ると思って避けて、はい、ありがとうございます。と。で、ここは取れます。はい、取れます。はい、取りました。いや、待って。ごめんなさい。いや、マジか。いや、負けた。